さ、僕と結婚してくれるね。かしこまりました。こいつがさ、天塚のこと好きなんだよ。付き合ってやってくれよ。なっか、やめなよ。っていうか、めぐみは結婚相手がいるって言ってんじゃん。ねえ。ごめんね。なぜ断ったのですか？修行と言いましたね。なんで知ってるのよ。あなたの行動はすべて筒抜けです。今日は食事抜きですよ。そんな。かしこまりました。次の日に学校へ行くと、教室の空気は一変していた。なあ、天塚。昨日の返事だけどさ、イエスなんだよな。え、これは全員が私の一挙一動に注目している。まるで監視されているような。かしこまりました。私が答えた瞬間、周りの視線が離れるのを感じた。まるで期待外れだとでも言わんばかりの様子だった。何？昨日の今日で一体何があったの？